まあ、いいよ。撮ってんの、はい、もう。撮ってます。撮ってもおります。はい。はい。はい、じゃあ、今日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。新恋は、あ、本当？嬉しいです。あ、じゃあ一応自己紹介から、斉藤一人特別列車鈴木達也です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ自己紹介して、じゃあどっちから行く？はい、はい、いいよ。はい。銀座マルカの取扱店をしている佐野稲穂です。ナチュラルビューティーっていうお店でやってます。素晴らしい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、新小岩で、取扱店をさせてもらってます。愛と光のファンファーレという名前で、させてもらってます。菊池美香と言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。せっかくだからじゃあ後ろのご参加と。そしたら私から、美味しい日本一美味しい果実酒のメーカーでございます。株式会社北野さくら の営業マネージャーでございます。新妻ゆきえです。レインボー兄弟ですよ。レインボーゆきえと呼ばれます。レインボーゆきえです。同じく北野さくらのレインボーサッチでーす。イエーイ。えなちゃんは？ただのテレビで。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとう、今日はありがとうございました。皆様ありがとうございました。ありがとうございます、はい、というわけで、なし崩し的にね、はい、また YouTube を撮りましたが、はい、何か質問とか、会場の皆さんでもいいし、ここにいるみんなでもいいけど、何かありますか、質問っていうか、聞きたいことですか、聞きたいことでもいいし、はい、うん、まあ、何か講演会の中で感じたことでもいいし、あ、うん、今日講演会聞かせてもらって、はい、ひとりさんが本当に成功されたことは本当にシンプルなんだなっていうのをすっごい体感できた、うん、昔の真面目な自分だったら何かテクニックがあるとか、うん、コツがあるとか、うん、そういうところに走って、うん、できっとそういうものがないかと探しつつ、うん、またそれができない自分を責めたりするってことがあったんですけど、はいはい、うん、でももっとひとりさんは本当にシンプルで、うん、未来はもっと明るくなるよってことを信念として持たれてるってところが、うん、シンプルだけど、うん、それができるってすごいなって正直、うん、本当思った。そうだね、うん、でそれが本当に成功なんだよって、うん、僕はそれこそ、うん、みんなと変わらないけど、うん、でもそこの部分が違う、まあ、私が感じた部分では、うん、自分とちょっとそこが違うからこそ富士山また登っていきたいなっていうのは今日思いました。素晴らしい、素晴らしい。いいよな。稲穂ちゃん、何かありますか？私はもう斉藤ひとりさんが心底明るい人なんだなと思いました。達也部長もそうなんですけど、はい、なんかもう過去 その嫌だった、普通は嫌だって思うような過去とかでも、その喜劇に変えるっていうのが、うん、なんていうんですかね、うん、もう絶対に自分は1ミリも暗いこと考えたくないし、うん、ずっと明るい、そのいい波動に集中されてるんだなっていうのが、そうだね、すごく伝わってきて、ああ嬉しいね。そうだから、ずっとこの講演会も笑いっぱなし、うん、ああ嬉しいね、うん、ありがとうございます。みんなにワイル渡しといてよかった、そう冗談だけどじゃあ、そう、でもそれもね、さっきほら美香ちゃんも言ってくれて、稲穂ちゃんも言ってくれてね、みんなも聞いてて感じたと思うんだけど、要はその未来は明るいっていうことがずっとこう、なんつ、心の中っていうか、もうそれがもう当たり前の状態に我々はなっちゃってるのよ。だからもうどんどん良くなる、未来は明るいって思ってるから、本当にいい方にしか考えられないし、いい方にしか取れないし、例えばほら稲穂ちゃんが、ね、今言ってくれた人生喜劇の話もそうなんだけど、我々って何があっても全部喜劇だと思ってるの、自分の人生は。面白いことしか起きないと思ってるから、普通、例えばじゃあ俗に自分のね、人生に起きた悲劇、悲しいことね、悲しいことが起きるとさ、普通悲しいことは悲しいことでしょ、だけど我々はそれもこう、なんか笑い飛ばせるぐらい喜劇にしちゃってるの。そう、喜劇にしちゃえば全部面白くなるよっていう話、まあ俗に言う修羅場みたいな話も全部笑ってね笑ってそれもでも笑っちゃうとなんか軽くなるよ。やっぱりなんか重く捉えちゃう人って、このままいったら人生めちゃくちゃだとかね、なんていう、まあわかんない、自分のことじゃないかもしれないけど、なんか誰かのせいでね、めちゃくちゃにされたとかって思ってる人もそうなんだけど、やっぱり自分の人生の将来悲観してる人ってね、やっぱりこうどんどん悲しい方に悲しい方に考えちゃうと思うのね。でも俺たちは
本当にこう未来は明るいって、で本当にどん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 、ね、良くなるっていうことからも全然ブレてないか、ブレようがないっていうか、それしかもう考え、もうなんて思ってないっていうか、それが当たり前の状態だから、なんていうかな、でも明るくしかなれないというか、そうだからみんなもほら、ね、今さっきさみかちゃんも言ってくれたけど、そんな我々特別なことやってない、ひとりさんも特別なことやってないのね。でじゃあもっとねすごいこと言っちゃうと、じゃあ例えば、じゃあそうは言ってもひとりさんは商売の才能がねあるし、 ねお金持ちになれる才能があるから、それは人とはねちょっと違うんじゃないんですかってあるかもしれないけど、でもなんかひとりさんってすごい見方するんだなと思った話があって、いやひとりさんってほんとすごくて、例えば仕事って自分がやったことない仕事でも1日目って見てるんだって。見てる、見てる、だから何もしないでじーって観察してるんだって。その場所、その店舗とかその場所ずっと見てる、店舗っていうか、例えばじゃあ全くジャンルの違う仕事をひとりさんがやったとするじゃん、その1日目はこうやって自分でじーってそのやってる人たちの動きを見てるんだって。でそうすると次の日ができちゃうんだって。えってそうなんで、ひとりさんが見習いって話でしてくれたんだけど、いや見習いっていうのは要は見て習うってことなんだから、1日目は何もしないで見てるんだって。でも次の日からできちゃうんだって、ひとりさんはほとんどのことできちゃう。で俺それすごいなと思ったんだけど、ただひとりさんが若い時にそれができちゃうってみんなもそうだと思ってたんだって。そうだから自分と同じように見て、なんかこうやって1日目こうじーって見てると、あそうこうやってやるんだ、こういう風にすればいいんだって分かるから、みんなもそういう風にできるんだろうと思ってたんだって。確かにそう思うよね。だけどでそれをじゃあ同じように人に教えてやらしたらできない人がすごいいっぱいいたんだって。でそれを見た時ひとりさんすごいびっくりした、あそうなんだって思って、あこれはこの人たちはできないって才能を持ってきた人たちなんだって。そうできない才能なのよ。そうだからみんなは何か器用にできるとか何かができる人ばっかり優秀だとかって捉えがちなんだけど、実はできないことも才能なんだよって話があるの。そう才能なのよ。だから自分は何も取り柄がないとか、何にもね人にね誇るべき何にもないとかってそういうので自信なくしがちなんだけど、大丈夫です、自信なくさなくて、できない才能、できない才能。いやでもそう本当、でもさこれってよく考えると世の中ってバランスで成り立ってんのよ。だってみんながみんなめちゃめちゃ器用だったらさ、確かに、ね、そこだけだよね、ニーズがね。そう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 。で例えばじゃあ全員がね金儲けがすっごい上手だったら、ある意味お客さんって人がいなくなっちゃう。そうだね、需要と供給が。そうでお客さんはお客さんのプロなんだよ。だからちゃんと自分が必要なものを買うべきものをちゃんと真にこう見抜く力を持ってんの。見聞きする。そう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 。そうだから誰もがだみんながみんな提供する側になっちゃったらさ、買う人はいないんだ。確かに成り立たない。そう成り立たないんだよ。だからやっぱお客さんはお客さんのプロとして成り立ってる。そう、まる、そう、だから、ね、みんな、まあ、お金がある方はそれはいいよ。あ、そうだ、じゃあ、せっかくお金の話が出たから、いいこと教えてください。これはお金好きだよね、はい、いや例えばいやみんなお金好きだし、まあ、やっぱりねそうは言ってもお金は貯めたいし欲しい、ね、あった方がやっぱりさ嬉しいじゃん。そしたらこれがひとりさんの最新のお金をね貯まる術っていうのがある。おー、これは最新です。そうこれはねなかなかすごいよ、はい、例えばじゃあ毎月、まあこれは仮にだけど、毎月20万円のお給料もらえるとかって人がいたとするでしょ、現金手取りでね、まあいろいろ税金とか引いてたよ。で、まあ、要は20万残りました。そしたらその20万円のうちの1割だから2万円だよね、2万円を毎月財布に入れておくの。毎月入れていきます。毎月1割貯金です。1割ずつ入れていくと1年間で24万だよね。24万で多分5年かかんないうち100万円ぐらいになる、その100万円を持ち歩くの、いつも。持ち歩く、持ち歩くで、そんな100万円とかって、そんな持ち歩ってなくさないですかとか、取られたらどうしようとか、そういうケチくさい波動のとか。あと100万円を触ったり匂い嗅いだり、なんなら寝るときに布団の下に置いたりとか枕の下、そうで、あの100万円の現玉の、現玉ってちょっと名前欲しいけど、そのあの100万円の波動って大切なのよ。でなぜかこれ実は100万円、これねやっていくと分かるけど、100万円たまらないうち絶対お金ってどんどん流れてこう自分のところにどんどん入ってくるようになるんだって。
そうだから実は要はその動かないお金の波動ってのが大切なのよ。動かないお金の波動だから、例えばじゃあ変な話、1000万2000万稼いでも全然貯金ができないって人見るの、うん、その人たちは簡単に言うと流れちゃうお金の波動になってるのよ。わかる。でも例えば夏いくら20万円でも50万円でもいいから、その1割を貯金できる人ってその1割分が動かないお金の波動になるの、うん、そう。そうするとあのやっぱり現物で持ってるってのがすごい大切。そうなんだ。そう貯金あのゆうちょとかそういう、そういう銀行じゃなくて、そうちゃんと持ってる。持ってる。だって銀行の数字って変な話さ、数字じゃん。まあ確かに、いくら数字の額が増えてもさ実際目に見ないからさ、まあ数字としては増えてるんだろうけど、まあ普通に貯金できる人はいいんだろうけど、うん、でもやっぱ我々はそうなんです、お金のその100万円の波動っていうのはすごいパワーがあるのよ。しかも動かないお金の波動ってすごい大切なのね。でそれをやってるうちになぜかそのお金がどんどん入ってくる流れになっちゃうのよ。だから多分普通でいくと4年半とか5年ぐらいかかるんだけど、なぜかもっとそれ以上にどんどんお金入ってくるようになるよ途中で。本当やってる途中で、そうやってれば分かるよ。だからそれがあの1割の貯金で一人さん的に神的にお金が貯まるって話なんだけど、そうすごいでしょ、うん、そうだからそれをねみんなもあのやってで100万円じゃあ100万円以上になったらどうするんですか、うんうん、それは貯金するの、うん、あ100万円というこの束を持って、うん、そう持ってるのが大切。それ以上はもう貯金してください。100万円になったら匂い嗅いだりさ、スリスリしたり、スリスリしたり、あれを持ってるって言って、あれを持ってるのがすごい豊かな波動になる。波動なんです。波動なんです。波動なんです。例えば100万円の束を2束、3束っていうのはまたそれはしてもいいの？いやまあでもね、100万円以上になったらやっぱり貯金した方が、あまあ一応入らないと。そうだね、入んなくなっちゃうし、あと重くなっちゃう。あ確かに。で100万円ぐらいが一番ちょうどいいと。思うんだ。あ、なるほどね。やっぱりなんかいろいろみんなほら働き方とか収入ってバラバラだと思うんだけど、うん、必ずその1割は貯金しかない。じゃあ例えば、うん、じゃあ私はパートだからね、うん、5000円ずつかなって言うと、それでもやってください、うんうん、1割ずつやると、なぜかそのやっていく途中でお金がどんどん入ってくるようになるから、うん、要は動かないお金の波動の方が大切だよって言いたいの。でもいつかは100万円になるじゃん、うん、そう、うん、まあもしねあの収入が私はそんなに人より多くないって人だったら別に10万円でもいいよ、うん、それを持ち歩いててください。そうで、なくしたらとか取られたらとか、さっきも言ったけどケチ臭い波動になっちゃうからさ、あるっていうね、喜びと、うん、お財布に入れて持ち歩くっていうのが大切ってことですよね。重要です。タンスの中に入れとくとか、そういうんじゃなくて、うん、ダメです。持ち歩くのが大切。持ち歩くので、はい、あのまあこれは、まあ、いろんなやり方があると思うけど、ただ中にはさ、やっぱり自分のいつも使ってるお財布と一緒にしちゃうと、あ、何これ、こんなにお金があるってね、そうあるよね、なるよな、俺もそのパターン。はい、一万円あんちゃんの大きちったよみたいな、そう、それは危ないから。できればなんだけど、その貯める用のお財布は別に安いやつでいいから。あ、貯める用と使う用で2つ、うん、そう持ってた方がいいんじゃない、多分だって使う用のお金、まあ何つうあれでもっと今なんかキャッシュレスとかいろいろあってさ、ね、財布の中に現金少なくてね、カードの方が多いとかっていう人もいると思うのよ、うんうん、そうだから貯める用のちょっと邪魔くさいと思うかもしれないけど、うん、あの貯める用のお金は別でも、まあそれは普段持ち歩くかどうか別としても、うん、そっちは1個はあのお金入れていく用の財布は、うんうん、持ち歩くどうかは別としてあった方がいいんじゃない、うん、え、ちょっと聞いていいですか、うん、1割貯金をしてる時の時も財布に入れる、うん、1割貯金したお金は、うんうん、それは別に財布に、うん、あのなんていうか100万貯まるまでのこの過程も財布に入れる感じ、うん、あ、もちろんもちろん、そうだよ、なるほどね、そうそうそう、だから要は100万円にしていくのよ、簡単に言うと、うん、じゃあこの財布は1割貯金用の財布みたいな感じ、そうそうそう、にした方が多分ね、あの混乱がないと思う、うん、俺は本当にさ、え、ラッキーとかってさ、うん、なるよね、なるよね、なんか危ないじゃん、ね、でもこれは本当にどんなこうあれにいても、こうなんどんな収入があってもね、どんな仕事やってる人でも多分すごい使える話だから、うん、やった方がで、要は何が言いたいのって、動かないお金の波動が大切だよって言いたいの、うん、で本当に100万円持ち歩ってると本当にあのすごい豊かな気持ちになれるじゃん、うん、いつでも100万円あるんだって、常に100万円と一緒、すごい、うん、幸福感が、幸福感があるじゃん、ゆとりも違うよね、全然違う、全然違う、もうある
ていうもあるもんみたいな。そうあるもん、100万円あるもんで、そう安心、安心、安心の波動しか出ない。安心の波動。そう、まあ実際ショッピングに行っても買う買わない別にして、あ、100万円あってね、これも買える、うん、あれも買えると思うだけで楽しいじゃん。大きい、大きいよね、うん。お金ない時にショッピング行くと悲しくなっちゃうじゃん。あれ買えない、これ買えないだから。なるべく声かけられない。そう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 、やめてって。っていうのが最新のひとりさんのその100万円貯金の話。すごい、すごい話。ねえ、これだったらさ、できそうじゃん。無理にね、いきなり今から貯金下ろしてきて100万円財布に入れろって話じゃないんだから、うん、今からあの月ね20万円取ってる人は2万円、30万円取ってる人は3万円でも、5万円の人は5千円でもいいよ、うん、とにかく自分の収入の1割を、うん、あの必ず財布に入れ続けていくこと、うんうん、そうっていうのが、あのすごいお金に困らないよっていうのが、うん、ひとりさんの最新のお話、ね、でした。ありがとうございます。いいよね、うん、そうという感じなんだな。あと何かありますか、せっかくだから。せっかくだから、もうすごい今聞き入ってしまってた。あ、聞き入ってた。すごい聞き入ってしまった。そう、会場の皆さん、あ、なんかいいよ。でもなんか私今日のね、そのお話を聞いて思ったのは、うん、やっぱ自分の心の在り方っていうのは、うん、とにかく毎秒毎秒すごい大事なんだなっていうのは感じてて、それが未来を作っていく、うんうん、だからますます良くなるし、うん、何だったっけ達也さん、うん、未来は明るいね、明るい。あ、それなんか俺に言わせる。未来は明るい、どんどん良くなる。今は本当にそう、うん、すごい芯を持って、うん、私は言い続けたいなって本気で思った、うんうん、そうだね。自分が暗くなることってやっぱり人間生きてるからあるし、うん、悩むこともあると思うけど、でもそれでもこの 今は絶対良くなってるんだっていう、うんうん、もう心にそこはもう留めておきたいっていうのは、うんうん、改めて分かってた言葉だったけど、さらに深く感じたから、うん、そうだね、絶対良くなるんだって思った。絶対良くなる、うんうん。であのこれね、さっきも講演会でも話したけど、我々は別にこれは信じるって話じゃないけど、やっぱ神様の存在はね、信じた方が楽なのかなっていうのはあるのね。で例えばあのすごい努力して頑張って、あのすごい自分の夢を達成するんだって、それも悪くないんだけど、それって人的努力じゃん。で人的努力はやっぱり神様がこう軽く押し上げてくれるよりか、大変な上に成果もあんまり出ないって俺たちは思うのね。で俺たちはもう神様に背中預けちゃってるっていうか、もうなんていうかな、あの本当に流れに乗っかっちゃってる感じだから、だから例えばひらめきみたいなもんで、これやってみよう、あれやってみようみたいな、全部神様がひらめきで教えてくれると思ってるみたいなとこあるの。それを淡々とやってるだけなので、あの未来はね、本当にどんどん良くなるっていうか、どんどん良くなる、未来は明るいっていう風にやっていくと、うん、俺も講演会こうやってやってるけど、うん、やっぱちょっとずつでいいから、なんかやっぱりもうちょっとね、あの自分なりにもうちょっと、もうちょっと上を目指してみようってやっぱり言う気にもなるじゃん、うんうん、で、あのよくさ、ひとりさんがあのラーメン屋とかこうたまに入るんだけど、ひとりさんって結構暇な店が好きなの。あんまり大行列してるようなとこは入んね、正直、うんうんうん、でね、あのほら道端先生がさ、あの小川淳也さんが好きなの、有名な話じゃん、うんうん、で小川淳也さんをさ、あの道端先生が見てる時って、俺とひとりさんで道端先生をこう送っていくんだけど、遠くまで、ただ俺とひとりさんは別に、ね、ドライブ行こうぜって。まあそれはほら、ひとりさんドライブが好きだから、まあなんか一箇所でじっと見てるよりかはドライブしてた方が気が紛れるとか、やっぱ好きだから、じゃあちょっとみっちゃんが見てる間に俺たちはドライブ行こうかって行くんだけど、そこでドライブ行ってる時に必ず一軒夜ラーメン屋さんがあるのよ。夜ラーメン屋さんがある。そうで、あのそこはなんか俺とひとりさんのお気に入りなんだけど、あのすごいさ、まあ感じはすごくいいの、いいんだけど、そこのラーメン屋さんが、まあ、なぜ俺たちがいいかっていうと、うん、まず一番いいのは空いてること。お昼時なの。大事だよね、大事なんだけど、でね、俺とひとりさんおかしくて、こうやって入るじゃん、うん、そうするとそこのラーメン屋さんに、うん、ちょっと濃い味にできるって必ず聞くのよ、うん、必ず聞きます、うん、でなぜかって、そこのラーメン屋さんちょっと薄いんだよ。薄いの。なるほど、薄いで、うん、あの薄いくて、で必ず毎回行くと、なんつう、濃い味できるって聞くから、うん、そのうち向こうから、あ、来たって言ったら、あ、濃い味ですか。濃い味ですよね。でも
俺ひとりさんがすごいなと思ったのは、うんうん、いや出た後にね、うん、あそこのラーメン屋さんもうちょっとなんだよって、うん、もうちょっとね味をこうなんつ自分たちなりにこうなんつ工夫じゃないけど、うん、もうだから実はいいとこまで行ってんのよ、うん、だけど実はもうちょっとそのビザが足りないんだって、うん、だからこのもうちょっとの気持ちを分かってるか分かってないかなのよ簡単に言うと、うん、もうちょっとなんだ常にもうちょっとなの上を目指して、うん、で上を目指すっていうより要は未来は明るいを信じて自分なりに上を目指してもうちょっとっていう気持ちを持ってるとなんかいろいろひらめきとか出てくるのもしかしてこれは味が薄いんかもしれないとか、うんうん、もしかしたらちょっとね、うん、あの薄味思考になってるけど世の中はそうじゃないかもしれないいろいろひらめきが来るはずなんだよ、ね、でもひとりさんって俺偉いなと思ったのはあの俺たちご一行が斎藤ひとりさんってバレちゃったのねでなぜバレたかっていうとひとりさんって必ずお心づけって言ってお金余分に置いてくるの1000円とか2000円とかその時にお金って裸のまま置かないじゃん、うん、渡す時に、うん、必ず袋に入れるの、うんうん、その袋に斎藤ひとりのシールが必ず貼ったんだでひとりさんと俺でえなんで俺たちが斎藤ひとりさんって分かったんだろうねっていう話してたら、うん、あのこうなんて袋にさ斎藤ひとりのシールが貼ってあるまあそれはいいんだけどいやひとりさんがそのね帰りがけに出た後にねいやもうちょっとなんだってあそこでもうちょっとなあれなんだよってでももし、ね、あのラーメン屋さんにねあのなんつ絶対こっちからもうちょっと味濃くしなって言っちゃダメだよっていうのなんでかっていうとそうあの例えば向こうは斎藤ひとりさんって商売の神様だって分かっちゃったわけ そうするとそのひとりさんたちのねご一行に味濃くしなよって言われるとなんかねそうしなきゃいけないって思っちゃうから強制みたいな感じちゃうの、ね、頼っちゃうのねそう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 だからなんつうあのひとりさんって教えてくださいみたいな感じにもなっちゃうしあとほら、ね、あのもしかすると向こうはその味にポリシーを持ってやってるのね簡単に言えばそれをひとりさんに言われて変えなきゃいけないと思っちゃうとそれもひとりさん的にはすごいかわいそうだと思っちゃうのでも本当はもうちょっと味濃くすれば成功できるってのも知ってるのよでもそれは絶対こっち側から言わない、まあ、聞いてきたら教えるよ、うん、聞いてきたでも本当はもうちょっとなんてあれ並ぶラーメン屋にあるのもうちょっとなんだよってそうなんだそう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 いうのも、まあ、ここにいる人たちは知ってればねだからみんなも商売はもうちょっと、うん、もうちょっと自分がお店やってようが何商売やってようが取扱店さんやってようがもうちょっと、うん、もうちょっとだからさっきのねスマイルの話スタースマイルの話もそうだけど、うん、もうちょっと工夫すればいい、うん、そうするとその笑顔で、うん、あのね、まあ、YouTube の登録者も増えるかもしれないし、うん、あのなんていうのわざわざ遠方からねお店をさ、うん、あの訪ねてくる人もいるかもしれないしだからもうちょっとな何でも、うんそう、そのことを知ってれば、うん、そう何でもうまくいくし、うん、あとそんなだから特別なことさっきも言ったけどさ、うん、やってないのよ、ね、本当もうちょっとのことをちょっとずつねひらめきで起きたことをねなんと淡々とやってきただけなんだよって、うん、だから俺も講演会もひとりさんにいつも言われてるのはもうちょっとねずっと忘れないで、うん、そうそうそうやりなっていうことだけかな、うんうん、もう何年目ですかもう丸4年やってますねもう4年なんつったってよそう4年経ちますだから俺のね講演会にひとりさんが日本一だって言ってくれるのね、うんうんうん、何が日本一って日本一予約の取りやすい講演会そうだって2人から行くんだよ毎週ね本当に軽いからそうでもさっきの YouTube の話もしたけど今回も YouTube 撮ってるけどねあのこういう YouTube でね外に出すとやっぱり今回ね来てくれた人と初めて来ましたみたいな人がすごいいたけど、うんうん、やっぱりこういうのを見てるとさ親近感って出るのよ、うん、そう親近感が出るとこの人に会いたいとか直接会いに行きたいって思うもんなんだよね、うんうんなんか俺たちはこういうの活用した方がいいよっていう話なんだけどそうだからみんなもねこのもうちょっとの話も覚えておいて自分がねもうちょっともうちょっとって思ってればさ自分なりにねやっていけばさなんかこう道筋って見えてくると思うからそうなんかすごい特別なマーケティングやったとかなんかすごいコンサルティングにね聞いたって話もひとりさん一回もないよなんかそっちにね普通の人行きそうですけどね行きそうじゃんなんかそう経済ってねどうやったらすごくねお金持ちとか大成功できるんですかとかひとりさんが別に淡々とねやるべきことをやってきただけのことなんだよねでももうちょっとって聞くと、うん、もっとやれって言われるよりも、うん、なんかあのもうちょっとのことを探しやすいっていうかそうなんだよな、うん、すごいなんだろうこの大きいことをしなくてもいいから自分も気楽にできるし、うんその軽くで
やっぱ軽くできる、うんうん、あれも直そう、うん、これも直そうって思えるから、うんうん、やっぱなんかいっぱい直そうじゃなくて、うん、もうちょっともうちょっとっていうのが、うん、すごい、あ、重要なんだろうなって思いました。そうなんだよ、そう、もうちょっと軽くね、軽くね、でもこれも突き詰めていくとさ、うん、さっきゆきえちゃんが言ってくれたみたいに未来どんどん良くなる、未来は明るいっていうのを信じられた人はね、そのもうちょっともうちょっとがどんどん生きてくるんだと思うよ、うん、だそう、全部この根底にあるのもこれだから、うん、そう、いや、本当目の前のことなんだよね、もうちょっともうちょっとっていう目の前に気づけた時に、そうだね、自分が行動できたら、うん、またね、上に1個上がれるし、そう、さっきの富士山の話もすごい例え分かりやすくって、そうだね、私は常に1合目にいて、うん、ちょっと一歩ずつ一歩ずつ、うん、そう、なんかみんな同じやから、そうだよ、みんなで上がれたら地球もすごい良くなりそう、そうだね、ちゃん、いや、本当本当本当に、うん、でも一人一人が軽くなればね、地球も軽くなるからさ、うん、あのみんなもね、どんどん未来はね明るいからさ、それを信じてね言ってくれればさ、はい、うん、いいんじゃないかな、いい話ね、ありがとう、 いや嬉しい、 YouTube をこんなにいい話して講演会に話しろよみたいなこれしかみたいな、お金の話もすごい実際にそうだね、で、いや、実はこれも言っちゃうとなんかテクニック話みたいになっちゃうんだけど、うん、まあ、ひとりさんはやっぱり講演会でもなんでもこうなんつ短い方がサービスだと思ってるのよ、短い方がね、そう、だって飛行機だって新幹線だって早く目的地に着けるからお金払って高いんだよ ね、あれがさ、新幹線が鈍行列車と同じ時間ですよって言ったら、ね、誰も余分にお金払っていかないじゃん、そうだからやっぱり何でも短いっていう方がサービスだと俺たちは思ってるのね、よくほらみんなはさ、何でもこう長くするのがサービスだと思っちゃうのよ、でも本当は、そう、逆にこうお客さんの立場になってみるとやっぱり短い時間である程度こう時間が決まってるうちに終わしてくれるっていう方がサービスだと俺たちは思ってるのね、なるほど、そう、なるほど、全然違う、いいよな、うん、お客様にも愛があるよね、そうそうなんだよ、だからやっぱりあの長くするっていうのはそれだけこう拘束時間も増えちゃうしさ、うん、で俺たちは短い方がサービスなんだっていうのがひとりさんから俺はいつも教わってることだから、講演会もいつも短くしか言われない、1時間ぴったりぐらいでね、そうですよね、展開早くてなんかね聞きやすくて、そうだね、まあこれはじゃあせっかくだからみんなにね、そのテクニックのバランスしてるようだけど話しちゃう、あのね、話が上手な人と下手な人の違いって話があるのね、何が違うんかっていうと、あ、まあ、下手ってわけじゃないけど、話がちょっと頭に入ってこない人って1個の話を伸ばしちゃうの、はあ、だけど俺の講演会ね、さっきほら美香ちゃんとかさ、みんなね、あの稲穂ちゃんとかみんな言ってくれたけど、要は1個1個の短い話を何個もしてんのよ、はあ、なるほどね、そうだからそれ長く感じないの、うん、だけど長く感じちゃう話って1個の話を伸ばしちゃうの、確かに、そう、そうだよね、でだからまとめた方がみんなも頭に入るのよ、うん、そう、でもなんか俺なんかもそうなんだけど、一個の話をずっと説明してると俺何の説明してんだっけって聞いてる方も何の話でしたっけって重ねてなっちゃうんだよ、うん、そうだから俺がひとりさんに教わってるのは、一個の話短くしろって、あ、短い方がいいや、で短い話を何個もした方がいいよっていうのがひとりさんから教わってる話なのね、じゃあみんなもなんかお得感があるじゃん、だって一個の話聞いて帰るよりさ、すごく YouTube につながったなって思ったのが、うん、YouTube って結構尺長いのあるじゃないですか、うんうんうん、短い方が効くんですよね、聞くんだよ、個人的に、そう、分かる分かる分かる、これ今一緒の気持ちだなと思って、うん、その話と、そうなんだよ、だからみんなもね YouTube とかいろいろやってるってお話のねことに関係することをやるんだったら極力短めにしていった方がいい、うん、そうだね、そう、まあ俺の講演会だったらな、講演会で1時間とかでドーンって乗っちゃってるから、あれでもあれ聞いたことある人は、あ、短い話が何個も入ってるなって多分わかると思うの、うん、そうだね、 YouTube 見た時にその何分かっていうの見た時に、うん、もうなんか15分とかでうーんってなるもんね、そうなんだよな、うん、そうだから必ず短い方がいいんだって、そう、まあ今日はね30分近く取っちゃったけどこれは分割してもらいましょう、めっちゃいい話でした、ありがとうございます、ありがとうございます、いやーね、せっかくだからね、うん、はい、また YouTube でね、はい、流すから、ね、ありがとうございました、ありがとうございました、ちょっと見よう。